アラネタコロシアムはフィリピンマニラ首都圏のケソンに位置する多目的アリーナ。1960年撮影アリモールスリラーインマニラと呼ばれる1975年10月のモハメド・アリタイ、ジョー・フレイジャーのボクシングの試合や2006年にヒップホップグループブラック・アイド・ピーズがコンサートをしたことなどで知られる。アリタイ・フレイジャー戦の際には海外メディア向けに フィリピンコロシアムと解明された。首都圏ケソンシクバオにある、アラネタセンター内に位置し、ザビッグドームの愛称でも呼ばれる、また、フィリピンプロバスケットボールリーグの試合だけでなく、WAP、NCWA バスケットボールの試合、WWE、ミスフィリピン、コンサートなど、多数のイベントが開催されている。 1978年バスケットボール世界選手権の決勝会場でもあった。また、周辺にはアラネタタワーやゲートウェイ、ショッピングモールがあり、週末を問わず買い物客で賑わう。1976年6月にオープンしたフィリピン最古のショッピングモールは、前年のボクシングの試合開催を記念してアリモールと名付けられ、式典にはアリも出席した。 h t t p w w w a r a n e t a c o l i s e u m c o m 2 0 0 6 t h e b i g p h p o r g e a r s of the brightest stars.thebittest show smart allaneta colossium.hat the drama that was t h e 2017年10月1日 ハウ・ How? ムハンマドアリーインスパイアード・ザ・フィリピンファースト、エバーショッピングモルプロパーティレポート2016年6月4日。ありがとうございます。